皆さんこんにちは、達也です。今日もサンシャインビレッジ来ております。で今日なんですけど、このカナダのスキー場、今日はサンシャインビレッジ限定なんですが、どんな看板があってどんな意味があるのか、どこに注意して滑ればいいのかっていうのを皆さんにご紹介します。まあ、スキー場内いろいろ注意するところだとか、あとはいろんな表示だとかねありますけど、それを一個一個全て網羅するのは難しいと思いますけど、僕はちょっと思いつく限りお知らせいたしますので、そっとご覧になってみてください。じゃあ早速行ってみましょう。もうここに見えてるんですけどね、まずはあのコースの紹介からです。今このスタンディッシュのリフトを降りて、ほんと 10m ぐらい下に行きました。でここからいくつかコース伸びてるんですけど、すぐこの降りて左側向くと、この緑色の丸がありますね。この緑色の丸は初心者コースです。で奥の方に見えてますけど、この緑色の丸がポツンポツンとこのコースに沿って伸びてるので、これを追っていけば初心者コース滑ることができます。ではまず初心者コースがどんなものかちらっとお見せしますね。はい、じゃあ今のコース滑っていきます。まあ、今から滑る初心者コースは本当に一例ですけど、だいたいどこもこんな感じで幅が広くて本当にシャドウも緩いです。まあ、切符があるのはこのロッキーのスキー場でもうおなじみの光景なんですけど、また幅が広くて人も少なくて滑りやすいですね。でこんな感じでこの初心者コースにはこの緑色の丸がずっと 100m 置きぐらいですかね続いてるんで、これを追っていけば滑り降りることができます。じゃあ今度は中級者コースですね。ここの場所はですね、そこにまたあのスタンディッシュのリフトがありますけど、そこから降りてさっきとはちょっと違う方向に 40m ぐらい来たところですね。この中級者コースの印は青い正方形です。この後ろの方にもちらっと見えてますけど、ここもご丁寧にこのコースに沿ってこの四角い青がポツンポツンと置かれてます。さっきの初心者コースに比べると若干斜度が急で幅も狭くて、あと斜面変化もあるっていうのがここの中級者コースですね。ちょっと滑ってみます。あ、コースの名前はまたどっか入れときますね。あ、ここの部分まではまださっきの初心者コースとそんなに変わらないシャドウで、かつ幅もあるんで、まあ、そんなに滑りにくいというか気構えすることはないですね。一応この青に沿って滑ってみましょう。ピステンが入ってないね。結構雪面が荒れてきてますね。でこの辺りから少し急になったりだとか幅が狭くなったりします。でもここまで来るとあんまりスピード出すと先が見えないから注意ですね。こういうところはやっぱり初心者コースと違いますね。あそこに青が続いてるんで行ってみましょう。でここまで来るとさっきの初心者コースと随分というか、もうこの中級者コースの入り口と比べても随分様子変わってるのが分かります。もうここかなりうねってますね、地形が。あとそもそも幅も狭いし、やっぱこれがさっきの初級者コースと比べて中級者コースが少し厳しいよっていう理由ですね。では続いて上級者コースいきます。上級者コースはこんな感じで黒い正方形を45度傾けた形ですね。これはあのブラックダイヤモンドって言います。登山ブランドのブラックダイヤモンド、ここから取ったんですかね、あのこれのことです。使ってるポールがブラックダイヤモンドですけど、でここからあのこの看板がずっと続いてるわけじゃないんですけど、今このスタンディッシュの山頂からこの向かって降りて向かって左側の斜面はだいたいこの上級者コースなので、そのうちの1本を今から滑ります。どんな様子かね、見ていただきます。行ってみましょう。はい、スタンディッシュの山頂から今 100m ぐらい降りてきたんですけど、この目の前に看板がありますね。これこの先どんなコースがどっちにあるかっていうのを示したものなんですけど、この看板の右端の方向にブラックダイヤモンドのマークがいっぱい固まってるの分かりますか。これはこの矢印に先にあるのが全部ブラックダイヤモンドってことなんですけど、もっと他の場所に行けばこれが例えば緑色の丸だったり、あの青い正方形だったりします。まあ、ここはたまたまこの先が全部上級者コースって感じですけど、どれにしようかな。この正面のダーティーリトルコーナーってのに行ってみようと思います。多分滑ったことないと思うけど行ってみます。
で上級者コースになるとやっぱり基本的には急斜面かつ圧雪されてません。他にも例えばすごい狭い沢沿いの斜面とかね、この間ミドルキャニオンだったかな、沢沿いを下る時の動画で出しましたけど、ああいうところだとかあるので、やっぱりスキー操作ができない人は近づかない方がいいですね。まあ、こういうところならゆっくり降りれば降りれんことはないですけど、やっぱり上級者コースは上級者コースなりの難しさ、まあ、同時に楽しさもありますね。まあ、ここは急といってもそこまでめちゃくちゃな急斜面ではないです。はい、上級者コースこんな感じですね。でまたコース内の看板の説明に戻ってきます。ちょっと大きなお知らせの看板見つけたので、ここで皆さんに解説しますね。これは、ね、一番上、左上の赤いサイン、これクローズドってありますけど、これはもう完全にコースが閉まってるよっていう意味ですね。雪崩の危険性があるんで絶対入らないでくださいと。で少し雪崩の危険性が少なくなった時には、その下のアップコーションアバランチデンジャー、雪崩の危険性あり注意って感じになって、この場合なら入れますけど、でここはどうしても雪崩の危険性があるんで、ね、こういうサインがしっかりとこういうふうに説明されてます。で特に面白いのはこの下、これは雪崩管理するのにダイナマイト使うんですよ、この辺のスキー場は。なのでもしこのコースに入ってこういう爆発物、いや不発弾ですよね、不発弾見つけたら絶対に触るなと。でこの下の番号、これスキーパドルの番号ですけど、ここにそういうの見つけた時は連絡してくださいっていう、そういう看板ですね。これはなかなか日本のスキー場では見ないと思います。まあ、この奥にねそういう変わったコースがあるんで、これもいつか紹介したいなと思いますけど、それはまたその時においおいやっていきます。はい、ここブラックダイヤモンドとセットでこの黄色い看板ありますね。何が書いてあるかっていうと、そうですね、まあ、一言で言うとあまり雪面のコンディションも良くないですよってことですね。かなり注意してくださいと、そんなことが書いてあります。なんでかっていうと、この先のコースちょっとした急斜面なんですけど、雪の付きがちょっと悪かったりっていうのと、あと岩が出てるところがあるんで、あんまり突っ込んだ滑りするとその岩にスキーが当たってこけるだとかいうことがあるんで、それで注意してくださいよって感じですね。この辺りのスキー場滑ってると、このマージナルコンディションっていう言葉すごいよく出てきます、特にこの岩勝ちのところで。だから看板にこの言葉見つけたら注意が必要ですね。あんまり飛ばさない方がいいです。でさっきの黄色いマージナルコンディションって看板から30メーターぐらい降りてきましたけど、そうこんな感じで岩がポツポツ見えるんですよ。で特にこの斜面の上には竹竿とか置いてあるわけじゃないんで、上からだと見にくいんですよね、こういう岩って。下から見るとこの岩が露出してますけど、上から見ると岩の上に雪かぶってたりするんで、本当にこういうところ注意して滑った方がいいです。クリフ、これはもう崖です。このクリフってなってるところがどれぐらい段差があるかってちょっと見てみましょう。でここも赤いフェンスがしてある通り、これ絶対越えない方がいいやつですね。でさっきのクリフ下まで来てみました。 7,8 メートルあると思います。まあそこから下ってこればパッと来れますけど、さすがにこれをこのまま下るのは、でもねカナダ人やりそう、こういうの好きだから、まあできないようになってますけどね。まあ、とにかくクリフってのを見つけたら、まあ、そこには近づかない方が無難ですね。はい、次に紹介するのはこのスキーエリアバウンダリーノットパトロールド。これ何かっていうと、スキーエリアバウンダリーっていうのはスキー場の境界線です。つまりサンシャインビレッジのスキー場はここまで、今両側にこのロープ見えてるのが見えますけど、このロープから向こうはもうスキー場の管理ではないただの山です。で一つ日本と決定的に違うのが、これ境界線だからといってこの先立ち入り禁止って意味ではないんです。日本でもかなりローカルルールとかでね、細かく設定されてるところありますけど、大体のスキー場がこのスキー場の境界から外は出ちゃダメってなってると思います、雪崩の危険とかもあるから。ただここの場合はこの境界線から向こう別に入っても大丈夫です。まあ、大丈夫って言うと語弊があるけど、まあ言ってみれば自己責任ですよね。まあ、例えばこの木にぶつかっても自分でその
ちゃんと脱出して、まあ、怪我しても自分で手当てしてという感じですね。でノットパトロールってありますけど、パトロールは来ませんと。今このロープから向こうで起こった事故に対してはパトロールは行きませんから、まあ、自分で国立公園にレスキュー申請するかとかそういうことになると思います。まあ、この辺は僕そんな詳しくないんで細かく語れないですけど、で本当に入っちゃダメなところはあの立ち入り禁止っていうマークがあるからね、それはそれでまたちょっと後で見つけて撮ります。さっきあのスキーエリアバウンダリーという看板ご紹介しましたけど、それよりもっと意味合いが強いのがこれですね。でここに何って書いてあるかっていうと、このフェンス、まあ、これロープ2本張ってありますよね。でこのフェンスを越えた人はこのリフトのチケットを没収しますよ、そんなことが書いてあります。なんでかっていうとこの先すごい危険なんですよね。これゴーツアイ側から見るとわかるけど、この先数百メートルの崖です。はい、まあ、リフトチケットもなくすし、多分自分の命もなくすというぐらい危ないところなので、ここは絶対に越えてはダメですね。なのでさっきのスキーエリアバウンダリーのフェンスはあれ1本のロープでしたけど、ただのここはもう2本張ってあって絶対越えれないようになってます。まあ、越えようとも越えれるけど、これ越えたくはないですね。まあ、これダイナミックな地形のロッキーならではかもしれませんけども、まあ、こういう境界もあります。さっきあのベレットディバイド降りてこの先数百メートルの崖だから入っちゃダメですよっていう看板を紹介しましたけど、ここは明確にエリアクローズド、この先閉まってますよって書いてあります。今この目の前に赤いロープが見えますけど、このロープから先はまだ空いてないコース、空いてないエリアですね。で僕がいるのは今このゴーツアイの山頂なんですけど、このゴーツアイって結構雪つきが悪いんですよ、風の通り道になってて。でまだこの先雪が全然ついてないんで、コースが準備できてないから空いてないですよってことです。まあ、ちなみにこのエリアクローズドって書いてあるところに滑った跡ありますけど、あれはこれ無視して入った人か、あのパトロールもしくはトレイルクルーって言ってコースを作ってる人たちが入った跡ですね。はい、このスキー場内のいろんな看板紹介しました。いかがでしたかね。日本のスキー場とこれ違うなってところもあれば、結構ね似てるところもあったと思います。まあ、似てるところというかスキースノーボードする上で気をつけるところの基本的なところは変わんないんかなって思いますけどね。正直日本のスキー場の方が厳しいと思います。いろいろ言い方変えるとこっちのスキー場の方が自由度が高いっていうのかな。例えばこれ後ろコーションってありますけど、ここも、まあ、1m ちょっと落ちてますよ。でこんなところは日本のスキー場だとねコースとして開放されてない可能性の方が高いと思いますけど、後ろでボードの人が滑ってますけどね、普通にも飛んできましたよ。まあ、こんな感じである地形をもう限りなくそのまま楽しもうっていうのがこっちのコンセプトのように感じてます。長くなりましたけど今回の動画はここで終わります。この看板の紹介すごい役に立った、参考になったって思った方はぜひぜひ高評価お願いします。そしてまた次のサンシャインのスキー場、ロッキーのスキー場のアップデートに向けてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。ほいじゃ。